よ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだー。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。フードバースター。いっけんてい。立て直すわよ。危ない。ジョンボーさん。なんだよこれ。さすがかよ。くそゴリ。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。うん、ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかった。いや怖えよ、そんな想像してたのかよ。俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。参ったな、どこに行っちまったんだ。谷沈んでんじゃねえか。うわー、危ねえ。なんだこの島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。ウソフ、信じがたいけど雷を凍結させたもののようね。この島一体。昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック。おい、ブルック。ゾロ、ナミさん。どこだ。ナミ、ゾロ、ブルック、俺の帽子。それにサニー号の修理、俺も一緒に行くぜ。この辺りには見当たらねえな。他のやつらのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷、考えられない現象ね。でも今はみんなを探すことが先決ね。この辺。本当かチョッパー。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。